こんにちは翔太です、えー、今回はですね、えー、重要なお知らせがありまして、動画を撮っております。であのー、無料プレゼントについてですね、であのー、僕の LINE アットをです、ね、あの友達追加していただいた方にはですね、えー、これまであの無料プレゼントというのをですねあのトークの方でお送りさせていただいてたんですけど、あのその受け取り方についてですね、ちょっとあの変更をしまして、 えー、そのお知らせになります。で、これまではですね、ちょっとあの、回りくどい、あのー、ちょっと送り方というか、えー、一旦あの、メッセージの、えー、メッセージの方ですね、えー、いただいていたんですね。えー、まずあの、僕の LINE アットを友達追加していただいた後に、えー、トークで、あのー、無料プレゼントをくださいというふうに、えー、一旦送ってもらって、で、そのメッセージが確認取れたら、 あの、無料プレゼントの方を、えー、トークの方でお送りするというね、そういう手順でね、これまでは無料プレゼントをあのお送りしてたんですけど、これからはですね、えー、ちょっとその,あの無駄な手順をですね、ちょっと省こうかなと思いまして、まあ、そっちの方があの効率がいいなというふうに思いましてですね、うん。 であのー、これからの,その、えー、無料プレゼントの受け取り方はもう本当に非常に簡単で、あのー、もう僕の LINE アットを、えー、友達追加していただくだけです、うん、で僕の LINE アットを友達追加していただいたら、あのー、自動返信ですね、えー、友達追加した後にあのに自動的にその挨拶文というか、えー、自動で あのメッセージが何通か送られてくると思うんですけど、えー、その中にですねもう無料プレゼントの、えー、リンクをですね、えー、もう載せておくという形にしたんでだからこれからはあのーまあ、僕の LINE アットを友達追加しただけでですね、あのー、自動返信で、えー、来る、えー、そのメッセージの中に、えー、無料プレゼントの、えー、リンクの方をね もう乗っけてありますから、そちらから、えー、無料プレゼントをですね、受け取っていただけたらと思います。なのでもう今後はですね、えー、トークの方でもういちいちあの僕にあのメッセージとかねあの、もう送っていただかなくても大丈夫なので、あのよりスムーズに、えー、無料プレゼントを、えー、受け取れるようになりましたよというね、そういう、えー、ご報告でございます。 であのーまあ、この動画の下の、えー、概要欄にですね、えー、僕の LINE アットのリンク載っけてますんで、そちらから、えー、僕の LINE アットを友達追加していただいて、でまあ、自動返信で送られてくるメッセージからですね、えー、無料プレゼントを受け取っていただけたらと思います。まあ、この動画の下の概要欄にもですね、あのー、詳しく、あのー、書いてありますんでね、えー、ぜひ えー、そちららも合わせて、えー、読んでいいたただけたらと思いますであの僕の LINE アットのトークの方で基本的に、えー、質問とか、えー、相談とかね受け付けてますし LINE アットでしかあのお届けしていないような、えーまあ、極秘情報だったり今お得情報だったりっていうのもありますんでそういった意味でも えー、僕の LINE アットは、まあ、友達追加、えー、しとった方がいいかなと思います。はい、というわけで、えー、今回は、えー、無料プレゼントについて、えー、ちょっと重要なお知らせがありましたんで、ちょっと動画の方をと、あのー、撮らさせていただきました。以上になります。ありがとうございました。翔太でした。